皆さんこんにちは。着物リメイク教室の花です。今回はリメイクのアドバイスとして自分好みにアレンジして作る方法をご紹介したいと思います。これまで着物リメイクの作り方の動画をいろいろご紹介してきて参考に作ってきてもらっていますが、皆さんの中にはもっとこういう形にしたいとかという考えをお持ちの方もいらっしゃると思います。サイズの変更だけではなく、自分好みにアレンジしてデザインの幅をもっと広げてリメイクを楽しんでもらいたいと思います。では型紙はどうするの?と考える方はいらっしゃると思いますが、もちろん変更したデザインの型紙がきちんとある方が作業をしやすいと思いますが、その都度型紙を作っていては時間が取られてしまいます。例えばこのブラウスにこっちのシャツブラウスの襟をつけるとか、ブラウスを前開きにしてスカートにギャザーを入れてワンピースにするというアレンジは、いくつかの型紙を組み合わせたり裁断しながら変更できるので、そんな方法をご紹介したいと思います。まずこのようなブラウスの丈を伸ばしてチュニックとかワンピースに作る方法です。ブラウスはだいたい着物地を2幅で作ります。それをそのまま長くするとこのような90センチ丈のチュニックにはいいのですが、ワンピース丈にすると裾幅が少し狭い感じです。裾幅をふんわり A ラインにするには、裾回りは着物地で5幅は必要です。このようなシンプルな A ラインで作る場合は、脇に半幅ずつの三角形のまちを入れたり、切り替えてギャザーやタックを入れたりして裾回りを5幅に作るとちょうどいい感じのワンピースになります。あと丸首のかぶるタイプを前開きにする場合です。ボタンをつけるので前の中心に重なり部分の持ち出しが必要です。持ち出しの幅は1センチが 1.5 センチぐらい、コートなどは2センチぐらい、ダブルの打ち合わせはもっと深い打ち合わせです。このように前の中心に持ち出しと縫い代1センチをつけて裁断します。このギャザーの入ったふんわり袖のプルオーバーを前開きにアレンジして作りましたが、さらにアレンジして丸い襟やスタンドカラー、シャツ襟がつけられます。その場合ふんわり袖の型紙の襟ぐりの形を修正します。丸い襟をつける場合は、ふんわり袖の型紙と丸い襟の型紙、2枚の型紙を組み合わせます。まず、型紙の前中心を重ねて、下のブラウスの肩のラインにネックポイントを合わせます。型紙を合体させて、丸い襟の襟ぐり、肩、
袖ぐりはふんわり袖の形に裁断します。これにこの襟をつけて作ることができます。後ろ身ごろも同じような感じで2枚の型紙の後ろ中心を重ねて、肩のラインとネックポイントを揃えて襟ぐりの形を修正します。このようにして型紙を組み合わせて自分好みの洋服作りを楽しんでください。それでは型紙アレンジの一例として、ふんわり袖のプルオーバーを前開きにして、ピンタックを入れて脇にマチ入りの A ラインワンピースを作ります。参考にご覧ください。リメイクした生地は紬です。